はい、こんにちは、皆さん。こんにちは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 。ちは白田さん、こんにちは。こんにちは、先生。杉本様、こんにちは。こんにちは。なんか私、杉本さんのお部屋好きですよ、見るの。なんか。そうですか。なんかホテルみたいで、なんか気持ちが良くなってます、すごく。なんか。もうごちゃごちゃと囲まれて自分の部屋にいるようですごく見てて嬉しいです。ありがとうございます。ポトリさん、こんにちは。こんにちは、先生。こんにちは、皆さん。はい。小川さん、こんにちは。こんにちは。こんにちはでございます。それから、こんにちは。あら、アウドリアンさんって初めて？アウドリアンさん。アウドリアニさん。ね、アウドリアニさん。カメラからぶっかすなんや。ちゃんてくにゃー、簡単にゃー。はい。ファウジャンさん、こんにちは。ファウジャン。ファウジャンさん。はい。リノさん、先生フリーズや。リノさん、こんにちは。はい、こんにちは、先生。リノスかな、リマナ。マシディパンタンが。いや、先生。先生、誕生日おめでとうございます、先生。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、あの先週だったんですけどね、あのすごくあの嬉しかった。ありがとうございます。まだまだ長生きしますのでね、皆さんまだまだ長生きしますから付き合ってくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。この中に鳥年はいますか？鳥年。鳥年。塩やあやまだん。鳥年。あ、じゃあ早速勉強しますよ。皆さんいいですか？小川さん、あの小川さんよろしくお願いします。あの、というのがありますね。っていうのは日本、あのインドネシア塩ですよね。塩。武漢からもね。塩ね。塩ですね。で、あのというのはあのまああのその12のね、12の年を動物で表していますね。で、あの先生は鳥年。アイアムです。ケガガーですね。はい。じゃあ、小川さんに聞きましょう。小川さん、何年？私は猿年です。猿年ですか。猿年ですね。猿年の性格はどんな感じ？うるさい。うるさいんですか、小川さん。うるさい。うるさいですね。はい。杉本さん、何年？私は蛇年です。はい。お、ヘビですね。うちの母と同じ。ヘビ年ってどんな性格ですか？しつこいんですかね。わかりません。なんかね、あの、ネチネチしてるかも。とかしつこいとか言われますけど、あの、でもね、それだけやっぱきちっとした人というイメージが私はありましたね、ヘビ年はね。あの、ちなみにあの、鳥年というのはね、あの、塩にあやむかん先生、鳥年というのは、バタ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 、リーダラムサトメーター、サトメーター1メートルの中でバタ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 なんかあの暴れてる、なんかアクションしてるだけで、あの食べるものがチュマ何でしたっけな、あの豆カチャンみたいなやつですよね。でそれを食べるだけで、ジャディビアサニア、鳥年は貧乏です。ムスキントロスイトアパシうるさい、トロスラリラリタピドニアニャサンカクチルサトメーターサチというのがアヤムです。鳥年です。バタバタ貧乏と言われるんですけどね。はい、みんなの塩は何ですか？みんなの干支は何？スラントさん、トラです。お、トラか。同じです。お、リナもトラ。トラです。かっこいいじゃん。どういう性格？トラは勇敢です。勇敢ね。ブラニーですね。ブラニーです、はい、勇敢ですね。そんな感じ。俺は勇敢だって感じ。リノギマナニラスディリスンディ。毎日は、なんだかな、トラベリングは一人です。ああ、そうか。旅行するときは一人だから、はい。まあ、あの、勇気があるよっていう感じですね。そうです。はい。シラントさんは、鳥年？諦めないで。諦めない。そうね。はい、トラは諦めない力があります。チャレンジしていく力がありますね。そうです、はい、プトリさん何年？ブタ？イノシシね。ああイノシシ。日本はね、ブタ年って言わないんですね。イノシシ。あ、イノシシ、はい、
はい、イノシシです。イノシシはね、すごいパワーがあるんです。パワー。あの、魔獣の進むパワーがありますっていうんですね。あの、イノシシってブワーッと走るでしょ。だからすごくいいですよ。パワフルですね。はい。それで、うんふんと笑ってた。ダニエルは何年？バルタリチェック、さっきチェックしました。うん、はい。サル？あ、サルね。サルは水のサル。水のサル。水の猿って何？ああ、ada オンソルニャ先生方に。あ、なんか水の戸の猿とか。あ、そうですか。はい、でも猿ですか？猿年です。猿、はい。あ、じゃあ、あの、小川さんと同じですね。あの、あ、まあ、うん、あの、ダニエルも、うるさい、まあ、うるさ、うん、うるさくはないかな。そうですか。うるさい？はい、どう？あ、ダニエルそんなうるさくないなと思う。いや、イントロパートです。何です？イントロなんとか？suka suka nya sendiri tidak tidak suka urusan そうだよね、はい、一人が好きだよね。でも体が軽いのは猿っぽいかもしれないですね。あのリンガンですね、はい、あのアクションにはね、はい、ああ、はい、ビマスさんは何年？リュウです。タツ年、タツ年、タツ年、それはビマスさんかっこいいよ。日本人にとってタツ年ってすごくかっこいい。なぜなら、なぜなら、干支の中で、干支の中、干支の中で、タツだけ、ティダアダブナランや。本当にいない。ドラゴンっていないでしょ、本当に。豚も蛇も、ね、鳥も猿も本当にいますが、ドラゴンっていないでしょ。でかっこいいなってます。いいじゃん。ね、アウディさん。アウディさん何年？こんにちは。はい、アウディさん何年？あ、私はニュー、うん、何？ニュー、タツ、同じ、ね、ああ、タツね、タツ年？ドラゴン？ニューってニューって何？オックス、バンテン、ネコイ、バンテン、バンテンって何？牛、牛、はい、牛ですね。ああ、牛どうしね。牛年ね。牛年はどんな性格？アウディさん、牛年どんな性格ですか？はい、牛年はどう？どんな性格？ゆっくり力強く歩いていく人ですよ。先生の、先生のお父さんは牛年でした。すごく落ち着いていて力があって、でも威張らない、ティラションボンションボンですね。牛年いいですね、アウディさんね。それからユスフさん、ユスフ何年ですか、はい、あなたは何年？しようしよう。何？牛年。牛年。わかりませんですけど。俺はインドネシアじゃあらん、タオ先生。何年？ユスフは何年ですか？今調べてくれますよ。アウンブラサ。シンビランティガ。シンビランティガ。はい。ダニエル・トロンチェフや。はい。シンビランティガは。アヤン先生。アヤン？トリです。いやいや、先生と同じ、ポケココ、トリ同じです。ポケココそう、あよ、ポケココだ。はい、パリッシュさん、パリッシュさん、はい、あ、すみません、先生、何年があまりわかりませんが、何年ですか？私は参加したばかりなんですけど、パリッシュ、はい、今日初めてパリッシュさんって、あ、いや、初めてではありませんが、さっき参加したばかりなんです。ちょっと遅れてたんです。わかりました。ファリッシュさん、ファリッシュさん、ファリッシュさんは何年に生まれましたか？2004年。2004年か。2004年。2004年よ。はい、2004年、17歳。17歳？うわ、実は、まだ16歳ですけど、2004年の、12月に生まれましたか。2004年は猿。猿多いですね。はい。ファリッシュさん、じゃあ高校生今。はい、そうです。高校生です。高校生は若いですね。ちょっと時間がどんどんなくなりました。はい。はい、高校2年生、すごく若い。はい。ワユさん何年？タルーです。サルね、サル。多すぎ、うるさすぎ、ここのクラス。はい、パウザンさん何年？パウザンさん、サル。
ハルさんさんも猿、まあ、もう、もう猿クラスですね、ここはね、モニットクラス。アルディさん、アルディさんは話せないかな、仕事中かな、はい、どうですか、何年？わかんないです。わかんない、何年ですか、あの、誕生日は何年？99生まれなんで。99年生まれ、はい、どうぞ、ダニエル、何年？99。私です。なんだっけ、1997ですか8え俺99なんで俺は99年ねはいダニエルクダね99馬ね、はい、馬年あ馬年初めてじゃないですかね馬年ねはい馬年はねあのなんか真面目で真面目な感じがしますね真面目に働くという感じですがあとはルディさんとアルディアニさんすみませんさんさんは何99、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 99
わいいよ。あ、ピョンポンかわいい、かわいい、かわいい感じがします。はい。ルディ、あ、ルディさん？ルディさん。はい。ルディさん初めて？ルディさん初めて？あ、初めて。あ、初めてね。はい、こんにちは。こんにちは。ルディさん、誕生日。うん。ルディ、あ、どうぞどうぞ。自己紹介どうぞ。はい。こんにちは。はい。こんにちは、ルディと申します。今、うん、北海道に住んでいるのところは、うん、でも、仕事として働いています。あ、そう、北海道では働いていますか？そうです。うわー、嬉しい。もうこのクラスは、ジャカルタもいるし、バリもいるし、岡山もいるし、北海道もいるし、ね、来週は多分、広島から先生の方で僕もいますね。はい。オッケー。ルディさん。はい。生まれたのは何年ですか？何年？恥ずかしいですよね。どうぞ。生まれたは、何年に生まれましたか？あ、ところですか？うん、ところですか？年いやいや、年。あ、何年？あ、はい。千。何年に生まれましたか？あ、はい。1990。そうそうそう。90? そうそう。あ、1990ですね。1990。あ、それ。あ、馬です。1990年。そうそう。馬ですか。はい。馬さっき誰でしたっけ？ユスフじゃん。ああ。誰ですか？今初めて、ね、あの、馬はね、あの、馬は働き者ですよ。よく、あの、働くということでね。うん、いいと思いますよ、うん。はい。アンドリアニさん。アンドリアニさんは初めて？アンドリアンさん、初めてだ。初めてですね。アンドリアンさん、はい、自己紹介どうぞ。自己紹介。がんがって。perkenalkan diri。In Indonesia, nggak apa-apa? Indonesia, gue ada job desk, kah? Nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia, perkenalan diri. Oh, nama saya Andriani. Hey! Nama saya Andriani. Pak Andriani. Hai. Hai. Itu saja. Andriani tinggal di mana? Asalnya dari mana, oh. Andriani, Pak? Sorry, saya dari Cilegon, Banten. Oh, Cilegon, Banten. CEO-nya? Gak tahu. Andriani, kelas ini bahasa Jepang semua ya. Jadi kalau pusing minta maaf ya. Ya, tidak apa-apa. Ikut tertawa saja. Ambil belajar. Betul. Yeah. Terus Oppo sah? Oppo sah siapa ya ini? Oppo sah. Oppo siapa sih? Ayo. Selamat siang. Mohon maaf, selamat namanya siang. Oppo A9 2020. Atas nama siapa? Mm-hmm. Tidak terdengar ya. Kalau begitu mulai ya. Sudah lewat 10 menit nih. Minasan, konnichiwa. Jakarta Communication Club のフリープログラム、ジャパニーズランゲージトライアルクラス、今日も元気で日本語を話していきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう10分終わってしまいましたよね。あの、干支の話をしてるだけでね。はい、うん、じゃあもう一回、鳥年の人、コケココー。はい。はい。猿年の人、猿年の人。
猿言わない、ちょっと大丈夫、はい、はい、そろそろだんだんや皆さんね、もう時間がないので進んでいきます、はいはい、今日は皆さん、なんとすごく真面目なトピックです。引きこもり、はい、引きこもりしてる人、引きこもりしてる人、聞いたことがある、聞いたことがある、引きこもり、はい、手を挙げてください。そうね、聞いたことがない、聞いたことない、聞いたことがない人、引きこもり知らない、知らない人、引きこもり知らない人、知らない人、スラントさん、スラントさん以外知らない、そうですか、はい、じゃあ引きこもりを誰か説明してください、日本語で。引きこもり誰が、はい、リノさんどうぞ。引きこもりっていうのは男とか女の子、うん、毎日部屋で全ての活動をします、うんうん、そして他の人から絡みを隠します。あ、とても、うん、とても正しい、素晴らしいですね、はい、まあ、男の人も女の人もこれ関係ないですね。自分の場所、自分の、まあ、普通は部屋ですね、自分の部屋の中に入って外に行きません。そして、外の人と交流します、コンタクトを取らないですね。で、まあ、一番よくあるのは家の中の自分の部屋で会うのはお父さんとお母さん、家族だけで、本当にすごくもう引きこもってる人は親にも会わないことが多いです。じゃあどうやって食べてるの、どうやって食べてるの、お母さんが部屋の前に食べ物を持ってきたりとかするという、まあ、今この引きこもりというのが、うん、今日本ではちょっと問題になっています。じゃあまずこの引きこもりという言葉をちょっとみんなで勉強しましょうね。引くというのはタリックという意味ですね。引くというのはタリックとかリタリックとかという意味です。こもるというのは、はい、こもるというのは何かの中に入って出てこないということです。何かの中に入って出てこない、これこもるという意味です。で、例えば部屋にこもるというのは部屋の中に人が入って部屋の中に人が入って出てこない、これ部屋にこもるですね、はい、それから心がこもる、これね、実を言うと心を込めると使うんですけれども、自動詞と他動詞の問題ですが、心がこもっているというのはこのプレゼントの中に心がこもっている、気が狂わる、心がこもってるわ、このプレゼント心がこもっていますねっても使いますよ。だから悪い言葉だけではない。それから声がこもるという表現もあります。声がこもるというのは声がクリアじゃない、私はカイキリですというのはクリアですね。でも、うん、私はカイキリですっていうのは声がこもる、マイクがこもるとかね、マイクロフォンがこもる、ちょっとマイクこもってるよ、マイクロフォンがこもってるよっていうふうによくねステージでは言いますが、だからこもるというのは何かが中に入って出てこない感じ。例えばこのトイレは悪い匂いがこもっていますもいいですよ、悪い匂いがこもっていますね。こもるという言葉どうぞ勉強してください。で、これは自動詞と他動詞があります。こもるは自動詞、自動詞って型イントランシティブですかね、はい、で、はい、他動詞は型トランシティブ、こめるこもるとこめるですね。だから私はこのプレゼントに私の心を込めますというのはこれは他動詞ですよね。料理に愛情を込める、ね、お母さんは料理に愛情を込めますというふうに、これとても大切なの。でもね、これ N2 かもしれない、能力試験の2級ぐらいかも、2級とか1級のちょっと難しい言葉ですが、ぜひ覚えてください。だから部屋にこもる、で特に引きこもるっていうのは本当にもうすごく中にタリックしてこもっちゃう、だから引きこもりという今はこのなんて言いますかね、社会からカットして、で自分の中に入ってる、これ引きこもり、これはちょっとネガティブな表現なんですね。で特にこの引きこもりというのは何年ぐらい、どのぐらいですかね、杉本さん小川さん、だいたい何年ぐらいこの引きこもりが日本で増えてきたのは、5年10年ぐらい
10年ぐらいかなってなんとなく思います、ね、はい、この10年ぐらい、最近10年ぐらい日本ではその引きこもりというのが増えてきました。インドネシアどうですか？あります。インドネシアどう？ でも意味は、でも意味は、うん、同じ意味、インドネシアはアンソス、アンティソシアル、うん、はい、あ、でもアンティソシアルね、多分ちょっと違います、うん、違う、ちょっと違う、はい、まあ、うん、からもし引きこもり日本は、うん、なんていうかな、うん、親は、うん、まだ、うん、あいる、はい、うん、インドネシアは多分、うん、引きこもり、うん、同じ、うん、日本人の同じ引きこもりは多分、うん、少ない、うんうん、インドネシアの親は、うん、親は、kalau tidak keluar kamar dimarahin, mau keluar kamar? 今日は皆さん、今日はディスカッションテーブルじゃない、ディスカッションテーブルじゃないですからね、日本も。そうですね。もう一回、日本とインドネシアにも引きこもりはある。で、日本とちょっと違うの？はい、違うんですか？はい、ちょっと違うんです。何が違う？ちょっと違うんです。何が違う？はい、じゃあちょっと待ってください。どうするは違いますんで。何が違う？形としては違います。あの、引きこもりっていう言葉はあるかどうかわからないんですけど、でも、うん、イメージ的にはあるんですよ。ただ、日本の引きこもりは全然、あの、家から出ないとか部屋から出ないし、インドネシアは、出るんです。けど、友達同士とかは、うんうん、でもあんまり会わない。それだけ。そうです。うん、そう。あ、あのね、これはね、じゃあ分かった。アルビの説明では分かりました。ダニエルの全然分からなかった。いいじゃないかなと。これね、引きこもりにもいいですか？引きこもりにはレベルがあります。レベル。ああ、はい。引きこもり、それから準引きこもり。準っていうのは、じゃあティンカットにはちょっと取るんですね。準引きこもりっていうのは、うん、まあちょっと引きこもり 70% ぐらいとかね。で、引きこもり、準引きこもりっていうのは引きこもり 50% ぐらい。だから本当の引きこもり、うん、もう引きこもり 100% というのは本当に部屋の中に入って親にも会いたくない、ずっとそうしている、うん、で次の準引きこもりというのは、まあ、外、あの、家の中で親とか家族にも話したりとかします。でもそこから出ない。でそれから準引きこもりは外に出るんです。でも自分の用だけ、コンビニに行って飲み物買ってくる、でまた家に戻ってくる。でも学校とか会社には行きたくないっていうね。だからこれはレベルもあるんですね。でリノさんがさっき言ったインドネシアで特によくたくさんあるのはその準引きこもりですか？そうです。そうですか、ね、はい、アンティソシアルは。そうですね、多分ね、はい、多分そのぐらいだと多分あまり問題ではないと思うんですが、今日本ではこのあのすごい引きこもりというのがね、あの多くなってきて、で特に今どうして、特に今どうしてこの引きこもりがもっともっと話題が大きくなっているかというと、年齢なんです。年齢は何、皆さん、年齢、リュウ、リュウ、ブカ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 、年齢、ウシヤ、ウシヤです、はい、年齢です、はい、どのぐらいの人が引きこもりになると思いますか？手を挙げてください。手を挙げて、どのぐらい、日本で。リマさん、アルビさん、リノさん。オッケー、はい、カルビさん。リマさん。リマさん。たぶん、ニジュガラかも。ニジュガラ。はい。オッケー、カルビギット、他には他には誰？たり、リノさん、アルビさん、アルビさん。アルビさん。たぶんね、18歳。18歳です。はい、たぶん、はい、そうですね。はい、アルビさん、何歳ぐらい？たぶん、17歳、たぶん。OK、はい、エルビ、はい、エルビさん、どうぞ。20代からです。20代。20代ね。はい、20代ということは、ディマさんと。実は、今、日本でとても問題になっているのは、はい、40代、50代の引きこもり。だから問題なの。あのね、多分、20代とか30代は昔も考えられた。ピサピキリアね、昔も考えられた。でも今は40代とか50代の引きこもりが増えてるんです。で、
特に男の人が多い。特に男の人が多い。どうしてだと思う、みんな。どうして40代とか50代の男の人が引きこもりになるんだと思う？入門例ですか？はい、どうぞ。はい、あのスランタさん、どうぞ。金融の問題じゃないですか？金銭的な問題、うん、金銭的な問題ね、はいはい、金融というのは銀行とかに使いますね。もう金銭的な問題、お金ですね、はい、うん、そどうだろう、お金もあるし、お金もあるし、まあ、お金が関係しますが、外の世界とか社会の中で、会社とか、ね、学校とかでうまくコミュニケーションを取ることが苦手な人が多くなってる。うん、それは多分精神的な問題じゃないかな、はいね、そうね、アルジさん、精神的な問題です。やっぱりちょっとメンタルが弱い人が増えている。でもちろん昔もメンタルが弱い人はいたと思うんだけど、やっぱりだんだん昔と違って、お父さんお母さんが子供のことをとてもよく、なんて言いますかね、子供を可愛がるようになりましたね。この50年ぐらいは子供をすごく可愛がるようになったから、例えば子供が独立できなくなってきているとか、どうですか皆さん。小川さんどうですか、小川さん意見が聞きたい、みんなの。そうですね、あの、うん、親が、大きくなっても独立しなくていいようにお金を渡してしまうので、日本は、あの親の面倒を見るのではなくて、この頃日本は親が最後まで、年取っても子どもの面倒を見ること、そういう人が多いので、今50代になってもまだ子どもの気分で、まあ、甘えて、それで生活ができるので引きこもれるんだと思います。引きこもっても食べれる、うんうん、先生sepertinya freeze. Sensei, mute. はい、はい、小川さんがおっしゃったのが本当に正しいとも正しいというか、ありますね。やはり親が、お父さんとお母さんがすごく子供を可愛がります。でずっとお金をあげます。でもちろん小さい時にお金をあげて、大学生でもあげて、で大学卒業して就職でき、インドネシアが多分あり、うん、あいます。でも50代の、大人の人がちょっとメンタルが、うん、はい、メンタルが弱いだから、男が多い、多分男が多い、男が、なんていうか、harus mencari uang、働きが義務なので、でも社会が、人が社会があまり、なんていうか難しい、できない、社会ができない、理由だから、メンタルがどんどん弱くなります。だから、引きこもりになります。うん、はい、ちょっと先生あまりよく今聞こえなかったんですが、どうでしょう皆さん、他に意見がありますか、どうでしょう。ダニエルお願いします。Dari Faris Sang, mau pendapat. Hai, silakan Faris Sang. Hai. Hai, Dodo. 私の意見なら、まあ、15歳とか、まあ、16歳もいるかもしれません。普通の原因は、多分、友達にいじまれるとか、なんか、メンタルは弱くなって、精神病になるかもしれません。だから、外にあまり出たくないし、なんというかな、にぎやかなところにいるときに、
なんかさ、めちゃくちゃ恐れることになるし、だから、まあ、普段、他の人にいじめられた人は一番多いです。インドネシアにも、たくさんいると思います。でも50歳とか、40歳とか、なんかそれは、まあ、あまりいないと思います。だって、うん、インドネシア人もなんか大人になった時に、親から お金を、うんもらえ、お金がもらえなくなります。だって、まあ、インドネシアの、なんというかな、インドネシアの社会も全員、うん、まあ、すみません、失礼ですが、まあ、全員貧乏人かもしれません。だから、働かないわけにはいかないです。うんそれは私の意見です。うん。ね、うん。今日は。リマスさん。先生の声聞こえますか？あ、はい。はい。聞こえますです。はい。聞こえますか？リマさんとアルディさんは、アンカタンが、もんけん、リマさんが。はい。どうぞ、リマさん。ネルさんに、一度は会って、そんな人かもしれない。50歳でも引きこもった人もあった気がします。でもその人は精神病気があります。だから、まあ、そんな日本と引きこもりみたいに、まあ、そんなものはいないかも。日本みたいな引きこもりは。そんなものはいないかも。でも、聞きたいことがあります。なぜそんな50歳の引きこもりは社会の問題になるのか聞きたいと思います。うん、これね、皆さん、すみません。今日今。先生編。Sepertinya ya di Jakarta sedang hujan jadi mungkin sinyalnya masih kurang bagus sinyalnya Sensei da jobu desu ka Sensei da jobu desu ka Sensei Moshimoshi Hai Hai Moshimoshi Hai でこれ実は皆さんこれ引きこもりの話ってやっぱりみんなでもうちょっと話し合いたいですから今度ディスカッションテーブルで話しましょう。おお。バッシュ、バッシュと先生、バッシュと。ね、そうしましょう。もっとなんか、もっといろいろ話をしたいと思いますので、今度ディスカッションテーブルで話しましょうね。はい。はい、で、ね、多分みんなインドネシア語でもっともっと話したいと思いますから、今度は、はい、スケジュールを作ります。ということで、来週は今日の引きこもりみたいに重くないですね。来週のトピックをどうぞ、はい、ダニエルさん。はい。はい、来週のトピックは美味しいのトピックです。まちゃまちゃ寿司です。はい、はい、いろんな寿司、はい、美味しそうね。日本にどんな寿司がありますかというのをみんなで話していきます。どうぞ皆さん何か。サンビルマカン先生、サンビルマカン。そう、なんか食べながらねみんな。なんか食べながら。寿司、アパポリ。寿司食べながら。いや、シガラジョはありませんですけど、そう、まだ。ゴレガンもオッケー、ゴレガンもオッケー、はい。ダニエルさん、送ってください。はい、ゴレガンもオッケー、はい。今更行きます。大丈夫です。はい。何でもいいですからね、お寿司について話しますが、みんな何でもいいですか、食べながら、お菓子でもいいですよ。で、もう一つ実は、先生とダニエルから一つ質問があります。3分ぐらい、あと3分ぐらいね。ちょっとじゃあダニエル、はい、インドネシア語でいいですから説明してください。ちょっと今 JCC のスタッフで今考えてることがあります。アダラギディスクシースタッフ JCC やジャディ先生マウちょっとだけマウタニャブカンプトスカンや、はい、マウタニャプンダパトカリアンストジュアタウレビバックスプティギリアパパパギトドルヤスダイト JCC のスタッフピキルラギです。はい、どうぞダニエル。はい、ありがとうございます先生。はい、じゃあdari JCC。Dari Sensei punya pikiran, apakah teman-teman setuju kalau kelompok discussion table atau trial class atau free program JCC ini membuat sebuah grup WhatsApp agar bisa belajar lagi. Agar belajar bisa lagi.
agar bisa lebih belajar lagi dan mungkin lebih bisa ada interaksinya di luar free program. Tapi yang perlu diketahui adalah seperti privasi, nomor pribadi teman-teman, dan mungkin nanti ada interaksi dari orang lain. Mungkin nanti kita akan buat peraturan khususnya. Tapi ini belum fix ya, apakah kita buat atau belumnya, masih tanya saja. Apakah Minasan kira-kira setuju? Setuju semua. Hei Jo Budes. Hei Jo Budes. Hei Jo Budes. Ogawa-san すみません。あのですね、あの、まあ、こういうこの WhatsApp グループを作るときって JCC はあのスラルーチャットモンプラハペテカニアティンディカルナあのなんてビブラカンアダプリバディプリバディアダコンタクトルスジャディマサラとかね、それが一番怖いですから。だからそういう。多分ねテレグラムいいです。テレグラム。Telegram itu nomor tidak menggunakan nomor telepon. Jadi sekarang JCC cukup sambil pikir dengan hati-hati. Terus ini bergunanya untuk belajar topik-topiknya gitu. Jadi nangka bisa kan atau cukup omot ini banget desne. Tapi tetap itu orang yang tidak ikut tidak bisa ikut gitu. Jadi di sini tetap bisa bertemu とかね ありますので ちょっとこれを考えます。まあみんな大体なんとなくあいいじゃんって感じ。いいじゃんみたいな感じですね。はい。はい。はい、ということで、じゃあまた明日、JCC のスタッフはこれについてディスカッションしたいと思います。ということで、来週は皆さん、まちゃまちむすし、じゃあね、日本語ですね。来週は日本のいろんなお寿司、いいですよ。インドネシアで、見られるスペシャルなお寿司でもいいですから、何かみんな食べながら、来週はトライアルクラス楽しみましょう。ということで、今日はここまでです。さようなら。さよなら、お疲れ様でした。また来週、先生。ありがとうございました。ありがとうございました。